孟主とは我が弟子よ。お前は狩人になるのだ。狩人？魔物を狩り調和を保つ島の森人、そして島の森人には相棒が必要だ。相棒？太陽の恩寵を受けし魔物ラージャッカル。その牙は獲物を砕き頼れる武器となるだろう。月の加護を授かりし魔物マラマフクロウ。その翼は大気を揺るがし自在に魔力を操るだろう。どちらもこの上なく希少な魔物だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。そして選んだ方を手なずけるんだ。さあやってみろ。どっちがいいかな。いい子いい子。名前はマヒナ。もう好かれたか。いい相棒になるぞ。そしてお前はいい狩人になる、オシュット。うん、ありがとう、師匠。どういうことだ？様子がおかしい。危険だ！下がっていろ、オシット。
獲物の匂いだ。プンプンする。出たな、キングイグアナ君。木に食べすぎ、大きくなりすぎ。独り占めは良くないよ。森はみんなのもの。悪いけど光るね、朝飯前に。行こう、マヒナ。ヒリヒリしてきた。私の獲物だ。よっ、えいえい。およ、私の獲物だ。いただき。はあ、腹減った。お疲れ様、オーシュット。また腕が上がったんじゃない？いけね、腹減った。弱いやつの肉は強いやつが美味しくいただく。それがここの掟。まだダメよ、みんなで食べるんだから。ちょっとだけ端っこの方。しょうがないわね、ちょっとだけよ。おお、さすがマヒナ。なんでもない。村へ帰ろう、マヒナ。
に帰ってきたぞっと。いいか、獣人ども。こっちの森で獲れる獲物が少なくなってる。お前らの森をよこせ。俺たち人間にな。話にならん。言葉もろくに話せん獣が。こっちなら通じるか？おい、小ハゼ様にバレたら。主だ、島の主。され、人間たちよ。我らは長くこの地で静かに暮らしてきた。それを後から来た貴様らが奪おうとしている。土地を分かち、互いに踏み入らないと決めたはずだ。だからその土地をもっとよこせよ。食い物も資源も人間様にはもっと必要なんだ。チッ、欲をかきおって。お前たちは森を切り倒し、住む土地を広げてきた。森は奪うものではない、共に生きるものだ。共に生きる必要なんてねえ。この村ごと奪ってやろうか。隣村の奴らが来てたか。朝飯前だし、とっとと帰ってもらおう。私の獲物だ。行っといで。
しよう、飯。中心だも。ただいま、師匠、村のみんな。やべ、手洗い。オーシュット、ありがとう。俺たちの英雄、自慢の家族。今日もたくさん取れたよ。うまそう、うまそう、うまそう、うまそう。待っててね、すぐに加工しちゃうから。西の丘に来い。食事をしながら少し話でもしよう。師匠、この赤身が何とも、やはり弟子の取る肉はうまい。今日はキングイグアナも捕まえたのか。それでこそカリウドだ。その弓が森の調和を守っている。なったもんでしょ。狩りについても言葉についても。四六時中師匠の真似ばかりしてきたからね。あんまり褒めないで、ジュバ様。調子に乗って食べ過ぎちゃうから。お前たちが出会って10年。あの時
私が選ばなかった子、探したけど結局見つからなかったんだよね。気にするな、定めだったのさ。でもあの子の分までマヒナを可愛がったよ。そうか、私は長く主として島を治めてきた。いつかは死ぬ、この肉と同じく。おしっと、その時はお前が島を背負う。師匠、ちょっと重いかな。カリュードは身軽が一番。私は毎日狩りしてうまいもん食ってたいよ。そっか、気づいているか、森の様子。まるでみんな何かに怯えるような。主様、主様。人間村の長が何の用だ。村の者の無礼を許してくれ。これはその詫びだ。ずいぶん下手に出る。君が悪いぞ。さっさと用を言え、コハゼ。ほう、やはり獣。鼻が利くか。主従の墓所に村の幼い娘が入った。あの遺跡は危険だ。人が踏み入れば帰れはせん。が島の先人たるお前たちなら話は別だろう。どうか村の娘を探してほしい。無事連れて帰れば領土の話は再考しよう。ふざけるなよ。あの遺跡は魔物の巣窟。我らでも帰れる保証はない。まして人間のために命を懸けるなど。その娘はこれが定めだったのだ。諦めて帰るのだな。私行くよ。オシュト、お前教えてくれたよね、師匠。大事な時は目や鼻じゃなく心に従えって。だがお前も遺跡の危険は知ってるだろう。それに人間の子だぞ。いずれ我らに牙を剥く。人も獣も関係ないよ。大事な時な気がする。その子を救いたいって私の心が言うの。わかった、行け。恩に着るぞ、獣人よ。オーシュット、名前覚えてよね。あ、お肉。
残しといてね。たく、肉より自分の心配をしろ。よし、行くよ、マヒナ。Hehehe
張らせてもらうよ。私の獲物だ。牛肉あげる。
についといで。声がいつもより騒がしい。遠くへ逃げろ。災いがやってくる。え、鳥の言葉わかるの？島鳥は怖がりだから危険に敏感なんだ。誰よりね。森が泣いてる。災いって何が来るっていうの？嫌な感じね。急いで帰りましょう、オーシュット。怯えていた原因はこの魔物のせい？悪いけどそこをどいてもらうよ。ほよ、ストレッチ、えいえい、ガオー、へへ。
俺たちの村が。魔物来た。村壊された。そんな、師匠は？主様、魔物と戦ってる。おしと。姉ちゃん、どうしたの？君はみんなとここにいるんだよ。いい？行くよ、マヒナ。この地より去れ！島の異変は貴様のせいか。こんな魔物は初めて。どこから来た？夜が近いというのか。ちぃ、私も焼きが回ったか。おしと、逃げろ。あれは強い。失格でしょ、師匠。それにこいつは村のみんなを傷つけた。来い、私が相手だ。さあ来い。さあ行こう。
ドレレレレレー、私の獲物だ。
行こう。どりゃー、来た来た。私の獲物だ。よっ、さあ行こう。ふっ、社長。
ては呪ない。な、おしっと、あの魔物は始まりに過ぎない。この島にさらなる災いが近づいている。悲劇の夜だ。悲劇の400年に一度、月が灰色となる夜が訪れ、厄災が訪れると島に伝えられてきた。師匠、ついてこい。オシュット、お前に見せたいものがある。コハゼ。あの魔物を退けるとはさすがだな、島の主。そしてその主に選ばれし狩人よ。チッ、わざわざおべっかを言いに来たのか。いいや、礼を言いにな。我らの村を救ってくれた、それにあの娘も。島の主よ、借りができた。領土の話には蓋をしよう。しばらくはな。行くぞ。師匠、人間はいつだって領土の話をするんだね。それが欲というものだ。相手をしても仕方がない。今は協力した方がいいと思うんだけどな。行くぞ、オーシュット。うん。これって…悲劇の夜？遠い遠い昔の伝説だ。それが今現実になろうとしている。島を背負うのは重い、そう言ったな。だがお前にしか背負えないのだ。旅へ出ろ、オーシュット。厄災に備えるため集めてくるのだ。三体の伝説の魔物。ちょっと待ってよ、師匠。島を出ちゃったら、みんなの飯はどうなる？心配するな。なんとでもなる。
ロシュット、お前は特別な子だ。赤子のお前を一目見て、私は心の声を聞いた。この子がいずれ島を厄災から救うと、私はその声を信じ、お前を狩人に育てたのだ。わかったよ、師匠。私、行ってくる。伝説の魔物を連れてくるよ。それでこそ私の弟子だ。島を頼んだぞ、オシュット。私は少し疲れた。師匠？師匠！あ、焦ったよ。おやすみ、師匠。手がかりは、あの壁画だけ。ま、なんとかなるか。のんびり探そう。ワクワクしてきたぞ。とびっきりの彼になりそう。島の外にはどんな獲物がいるのかしら。私もワクワクしてきちゃった。だよね。オシュット、気をつけろ。行ってこい、元気でな。ルシ様のこと任せろ。怪我ちゃんと治しとく。みんな、干し肉持ってけ。干し肉持ってけ。ありがとう、みんな。ちゃんと帰るよ。3匹の伝説の魔物を集めて。じゃあ、行ってくるね。